英革名、英革名とは、中国の陸朝時代に刻まれた碑文である。英革は、鶴を埋めるという意味である。この石踏みには五寸大の会書が刻されている。石の形状や傾きに従って文字が変化しているにも、かかわらず、その結構は、自然、異例であり、書の新品との評価が高い。この書体から啓発を受けた書家も多く、とりわけ、皇帝県は、 大きな影響を受け独自の処方を生み出した。本来は、現在のチャン水省鎮鉱市警区地区にある小山の最、彩六、長江藩の岸壁に刻された間外の策であった。しかし、宋代の頃に落雷に遭い、川に放落、厚式年間に一旦水面に引き上げられたが、その後また落水。新代の後期52年になって、ようやく陳法年が人を集めて引き上げ、 小山にある上江寺に安置した。この時すでに5つの塊に砕けていたため、つなぎ合わせて補修しており、現在88字が残されている。英革命の拓本は、宋の陳史、報告宋編、宋の長明制、金石六、民の宮古厚氏近海林老等の著作に収録されている。水中にある時、苦労して水をせき止めて、仰向けになって拓本を取ったが、 これを特に水前元と称して最も尊ばれた。後の時代になると拓本が取られすぎて、碑文の自責が真滅してしまったからである。北京呼吸博物院には、宋代に取られた拓本、行石元が収蔵されており30時程度確認できる。これには、王文字の大罰が書され、23もの所蔵院が押されている。この碑文には、 年月が記されておらず、火曜神一書の五文字が書されているがそれが誰であるのか分からずにいた。北宋の祖食や皇帝権は、王義師のものとし、王を治むは、故郷であるといい、他にも、王三や岩神経という説があった。北宋の気迫、思うの、東刊世論や南宋の李氏の、俗博物詩では、東高帝の書いたものとしているが、 民の都、厚しや真の公園部などがこの説を支持したため以降定説となった。かようさね一とは、東高系の号である。このほか、中国南部の優れた碑文に、雲南の三高古碑、三龍岩碑などが挙げられる。ありがとうございます。